この回から横山がマスクを変わります。バファローズはバッテリーが変わりました。ピッチャー西川でキャッチャーはご覧の横山です。西川雅人4年目30歳、四国九州アイランドリーグ愛媛から入団の4年目30歳のピッチャーがマウンドに上がりました。まだプロに入って勝ちはありません西川です。わーっと危ない。あー中島怒ります。わーっと中島怒ります。今初球まあ中島は去年もオリックス戦こういうシーンがあったんですけれども、今頭付近でしたね。今両チームの選手そして監督出てきます。今のはストレートだったんでしょうか、変化球だったんでしょうか。まっすぐですか、はい、あの因縁のね、あるチームなんですよね元はね、最近少し、おとなしくなってたんですけども、はい、去年もあれ松沼さん放送席だったんでしょうか、高宮がピッチャーでね、はい、バファローズで、ワンボールからこう中島がデッドボール当たって、はい、でこういうシーンというのがあったんですけれども、特に中島の時になんとなくこういうボールが来るんですよね、はい、まあ、あの時は、まあ、かなり長い、ね、中断だったんですけれども、はい、うん、ここはあ渡辺監督が今中島に一声かけましたね。ご覧いただきましょう、完全に抜けて、うわあ頭の上、これ当たってないんですよね、当たってなかったようですね。ないんですよね。で今審判団が4人集まってますけれども、当たってないけど危険球っていうのはどうなんでしょうね、今おそらくその話し合いが行われたと思うんですけれども、まあ、今年はこの両チームファーストの、ね、イデホとそれからヘルマンの、ね、その接触をめぐって少しこういざこざなんかもあったんですけれども、はい、今球審の小林和弘さんが中島に何か言いに行きました。中島が落ち着いてね、はい、打席に入ればいいですけどね、かなりやっぱ興奮したんだね、はい、ワンボールからプレー再開です。ということは危険球ということではなかったですね、基本的には当たって危険球なんだね、はい、相当血圧上がってますよね、まあ、しかし中島も本当にこれよく避けました、はい、おお、これ西川もインコースは投げづらいところでしょうか。今の投げ方を見たらね、絶対インコースは投げませんからっていうような投げ方ですよね。そうですか、はい、もう横山もアウトコース中心すごい構えています。とにかくライオンズは本当に怪我人続出でね、今キャプテン栗山がゲーム離れてますけれども、はい、本当にこれ以上の怪我人はというそんな状況です。ボールの後は全てアウトコースです。そうですね、はい、まあ、スライダーを投げておくのが一番安全かなと思うんですけども、その変化球だったんですけれども、ショート足立へのゴロ、ワンアウト。先頭バッター中島をショートゴロに打ち取りました西川です。4番指名打者中村武、ワンアウトランナーありません。バッターボックスには4番の中村です。